スマホ見ながらあぐらをかいて15分間一緒に頑張りましょう。左手を斜め上に伸ばします。限界まで伸ばしきる。右手を斜め上、限界まで伸ばしきる。脇の下、脇腹あたりが伸びてれば OK です。早くやることよりも限界まで伸ばしきることが大切です。で、どの方向が正解っていうのはないです。真横に倒したりとか、斜め前に倒したりとか、自分がね、伸びる方向を探してみましょう。広背筋という背中の大きい筋肉を伸ばしています。ラスト1回、大きくグッと伸ばす。次は手を肩に添えて大きく回していきます。肘をできる限り高く上げる。ゆっくりでいいので大きく、普段動かさない範囲まで動かしてみましょう。後ろから見るとこんな感じです。この時に肩甲骨をグッと寄せる。限界まで肘を上げて肩甲骨をグッと寄せる。限界まで上げて肩甲骨寄せる。こう反り腰の人はね、反りすぎると痛くなっちゃうので、腰に痛みがない範囲で行いましょう。次は頭の後ろで手を組みましょう。そのままグッと猫背を作る、反らせる。繰り返していきましょう。猫背を作る、反らす。猫背を作る、反らす。この猫背の時はね、骨盤からグッと倒しちゃうといいと思います。反らせる。ふう、腰に痛みがある方は痛みない範囲で大丈夫です。もっとね、ゆっくりでも大丈夫です。普段動かさない範囲までゆっくり曲げる、反らす。繰り返していきましょう。ラスト1回、ゆっくり反らします。 OK です。次は頭の後ろで手を組んで、右手で右膝タッチ、左手で左膝タッチ。もちろんね、肘が膝につかない方、つかなくても大丈夫です。できる限り近づければ大丈夫です。足は動かさないで、肘だけ動かすイメージで行いましょう。脇腹の筋肉をね、伸び縮みさせています。呼吸は止めないように意識を続けましょう。しっかりつける。ゆっくりで大丈夫ですよ。 OK。 次、このままちょっと難しいです。左肘で右膝タッチ、右肘で左膝タッチ。繰り返していきましょう。これもちろんね、硬い方はつかないと思うんですが、ねじる動きが大切です。左肘で右膝に触ろうとすればいいです。つかなくても膝にね、触ろうとねじれてればいいです。こう首とか腰痛みがある方は痛みない範囲で行っていきましょう。きつい。ちゃんと戻ってからねじる。 OK です。次、クロールしていきます。このままですね、大きくクロール。で、これ結構スペース使うので、もしこのスペース取れない方は、さっきのね、この状態で前回しても大丈夫です。普段動かさない範囲で大きく動かすってことが目的です。大きくクロール、クロール。これ肩痛みがある方は痛みない範囲で行いましょう。ゆっくりできる限り大きくです。 OK です。次、ちょっと休憩ストレッチです。右手を床につけます。肘もついちゃいます。左手万歳します。左の脇腹、脇の下をストレッチかけてます。ここ伸びてれば大丈夫です。今僕真横に倒してるんですが、ちょっとね、斜め前に倒してもいいですし、もっと前倒してもいいです。これ広背筋っていう筋肉を伸ばしてるんですけど、すごい大きい筋肉でいろんな方向ついてますので、どの方向が正解っていうのはないです。強いて言うなら、真横、斜め前、もっと前、3方向ね、行うといいと思います。次、逆、左手、左肘を床につきます。右手をバンザイして、斜め横、右手を上げていきましょう。この指先をね、なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすイメージです。呼吸を止めないようにして、いろんな方向でやってみましょう。真横もぐーっと。ゆっくり呼吸を止めないように意識を続けましょう。次、背中の筋肉を動かしていきます。後ろから見せます。バンザイして、手のひら外向けながら肩甲骨寄せる。バンザイして、手のひら外向けながら肩甲骨寄せる。限界までバンザイ、グッと寄せる。
これ普段動かさない動きをするってことが目的なので、できる限り高く、できる限り肩甲骨しっかり寄せる。スピードは重要ではないです。しっかり上げる、肩甲骨寄せる。繰り返してやっていきましょう。グッと OK。次は頭の後ろで手を組んで、肘同士をグッとつけるイメージで丸める。逆に開く。横から見せますね。グッと丸める。開く。丸める。これは肩甲骨動かすのが基本的なので、背骨をね、こうそんなに丸めなくてもいいです。丸めてもいいですが、このままで十分だと思います。グッと。肘と肘つける。離す。肘同士はつけるイメージです。僕も肘と肘つかないので。限界まで肘と肘近づけて、限界まで離す。ラスト1回。つける。ゆっくり離す。OK。次は、長座。この状態でですね、膝曲げていいので、手をこうやって掴みましょう。で、足で手をグッと押す。わかりますかね？手を掴む。で、足で手を押すんです。ぐーっと。手はね、自分の方にぐっと引く。足は、向こうに向かって押す。背中とか腰が伸びてれば OK です。あー、きつい。これよくわからない方、ただの長座のストレッチでも問題ありません。OK、次はですね、こう体育座りの状態で、裏ももを掴みます。で、骨盤を後ろに倒す。ぐーっと。で、頭を上げて、頭下げて、背中を丸める。こう、背中全体、腰とかね、伸びてれば OK です。ポイントは、こうやって猫背をわざと作ること。ちょっとお腹へこますイメージで頭下げましょう。首が痛い方は、首痛くない範囲でね、行いましょう。余裕がある方は、もうちょっと膝をね、伸ばして行っても良いと思います。OK。次はですね、左手で、右肘グッとつきます。左手で右膝つく。さっきよりね、片手でやる分きついと思います。グッと。右手は楽な位置で大丈夫です。左肘を右膝につける。きつい。つかない方ね、もちろんつかなくても大丈夫です。できる限り肘と膝を近づけることが大切です。つける。OK。次は左手だけこの状態で左肘をグッと上げる。右手はね、こうやって床について大丈夫です。で、これ体を倒すっていうよりも肘だけ上げるイメージですね。肘だけ上げる。肘だけ上げる。これだとちょっと違いますね。肘だけ上げるイメージです。肘だけ。ここ伸びてればいいです。脇の下とか脇腹あたり。肘だけ上げる。肘だけ上げる。次これ右手いきますよ。右手を後頭部につけて、右肘を左膝タッチ。右肘左膝タッチ。これ多分左右差ある方ねいると思うんですけど、ゆっくりで大丈夫です。この時左手はね床ついてて大丈夫です。で、僕結構早いペースやってるので、こんな早くなくてもいいです。ゆっくりでいいです。もちろんね、長いので最後の10秒サボってもいいですよ。きつい。きつい。ラスト1回。OK。次。右肘上げる。体を倒すっていうよりも、肘だけ上げるイメージ。肘だけ上げる。きつい。肘だけ上げる。きつい。肘だけ上げる。しっかり肘だけ上げる。もちろんサボって大丈夫ですよ。 OK。 次休憩ストレッチ、ちょっと首回します。もう手はね自由にして、首ぐるぐるっとこう一周させましょう。反対回し、こうやって上げた時にここ前面伸びると思います。もうきつい方ね、ちょっと休憩しててもいいです。首を大きく回す。ちょっと休憩しましょう。首のストレッチ、これね、首痛みある方、無理して回さなくてもいいです。この種目、休憩でも大丈夫です。次、お腹のストレッチいきますよ。
右手を床につきます。でちょっと斜め後ろにつきましょう。斜め後ろについて左手を斜め後ろに上げる。お腹、脇腹伸ばしてます。ちょっと横から見せるとこんな感じです。真横よりもちょっと後ろについてこんな感じ。左のお腹の前面伸ばしたいです。であんまりこう肩がすくんじゃうと首疲れちゃうので、肩はねすくまないようにしてちょっと斜め後ろに倒れるイメージ。 OK、 次逆方向いきましょう。左肘を斜め後ろについてちょっと斜め後ろに倒す。右のお腹の前面伸ばしてます。いまいち伸び感ない方はね、余裕があれば指先もっと遠くにぐーっと伸ばすと、お腹の前面、脇腹あたり伸びてくると思います。呼吸は止めないように意識しましょう。どんどんね、サボって大丈夫です。 OK、 次肩甲骨回しいきます。手を肩に添えて、さっきと逆回し、前回しですね。これもできる限り大きく回しましょう。後ろも大きく、肘は限界まで高く上げて前に回す。ゆっくり大きくです。肘は限界まで高く上げて前に持ってくる。呼吸は止めないように意識を続けましょう。最後10秒ね、どんどんサボりましょう。これできる限り大きく回すのがポイントです。スピードはね、重要ではないです。極端な話、30秒でゆっくり1回回しても僕はいいと思います。次、お尻のストレッチ。ちょっとねじり版です。右足を左足、こっち側に持っていきます。で、体を右にねじる。こんな感じです。左手で右足を押さえてます。ぐーっと、こっちにねじります。で、これはですね、右のお尻伸びてれば OK です。上半身ねじってるんですけど、お腹とかね、背中伸びる感じそんなにないと思いますが、十分ねじれてます。大丈夫です。で、お尻って人の体で一番大きい筋肉なので、どの種目やるにしても絶対お尻のストレッチ入れた方がいいです。OK、次、逆足いきます。左足を右こっちに持ってきて、右手で左足を押さえる。左に体をねじります。左のお尻伸びてれば OK です。ぜひね、お尻の筋体積とか調べてみてほしいんですけど、もう肩周りの筋肉のね、多分下手したら7倍、8倍、9倍ぐらい、お尻の筋肉、大臀筋って体積あるので、もうそれぐらいね、こう全身への影響度が高い筋肉なので、お尻のストレッチだけの動画もあるので、それを毎日やったりするとめちゃめちゃいいと思います。次、正座しましょう。このまま前に倒れる。これやりたいこと、腰を丸めるってことがしたいので、かかととお尻はつけておいて、前に倒れられない人は、これだけでもね、十分腰丸まってます。こんな感じでもいいですし、余裕がある人はべちゃーっとしちゃいましょう。かかととお尻はつけておく。お腹が苦しい人はちょっとね、こうやって足広げてこんな感じでもいいです。OK、 次はですね、この今の体勢のまま右手を左に伸ばす、左手を右に伸ばす。見えますか？こんな感じです。クロス、クロス。これはスピードよりも限界まで指先を遠くに伸ばす。斜め前に限界まで伸ばす。スピードよりも限界まで遠くに伸ばすことが大切です。呼吸は止めないように意識をしましょう。もちろんサボっても大丈夫です。限界まで伸ばす。OK。これで最後の種目、万歳してきます。あぐらでも正座でも大丈夫です。万歳して、戻す。バンザー、このね、全面全体伸ばしてます。限界まで大きくバンザイ。これ腰痛い人ね、反りすぎないようにしましょう。限界まで反らせる。僕もね、どうしても甘いもの大好きで、モンスター、ホワイトチョコ、ポンデリング、ラーメンたくさん食べちゃうんで、こうやって毎日運動してます。水分ね、たくさん取るようにしましょう。毎日2リットル目安で、皆さん最後までできた方、目標をコメント欄に書いてください。何でもいいです。僕も目標書いておきます。OK、 お疲れ様でした。これと一緒にやった方がいい動画を概要欄貼っておきます。一緒に毎日頑張りましょう。